何がそんなにおかしいんだ。何でもないさ、巻きにせんでくれ。僕たちのことを笑ってるんだろ。ああ、お前見かけより賢いじゃないか。そりゃどうも。何？あの子のことがそんなに好きだったとはな。だって僕たちのご主人だもん。なるほど、それじゃもしかしてそのうちあの子がふらふらっと口笛でも吹きながら帰ってきて、また前みたいな暮らしが戻るなんてこと本気で思ってんのかい？うん、可能性はあるよ。そうさ、希望を捨てたらおしまいだよ。笑すんじゃない。誰かこいつのねじれたコードほどいてやりな。おい、お前さんは黙ってろよ。怖い顔すんなよカービー。いくらお前さんだって俺は吸い込めないぞ。目を覚ますんだ。工場から来たばっかりの赤ん坊じゃあるまいし、よく聞けよ。俺たちはな、捨てられたんだよ。でも愛してくれてたよ。その通り。それが何だってんだ。ロバはまだ子供だぞ。家族が引っ越せば一緒に行かなきゃならないのさ。でももしかしたら戻ってなんか来るもんか。それが答えだ。ロブがそう言ったとでも言うのかね。絶対に帰ってくるさ。本当にそう思う？お前は黙ってろ。お前たち自分の姿を見てみろよ。時代遅れもいいとこだ。スクラップの方が似合いだよ。あんたは好きにすりゃいいさ。僕たちは諦めない。こりゃまた泣かせてくれるね坊主。ちょいとハンカチ貸してくれないかね。あんたはやきもち焼いてるんだ。こんなおんぼろどもにやきもちだと。なんだって？やきもちだよ。一緒に遊べなかったからだ。壁に張り付いちゃってるからな。どうか、また馬鹿げた冗談で俺を茶化そうってんだな。俺が何も知らないとでも思ってるのか。ここで起こったことは何だって知ってるさ。みんなでグルになりやがって俺様一人のけものにしよったってそうはいくか。自分たちが動き回れるからって俺をバカにするのもいい加減にしろ。勘違いするなよ。俺は壁に埋め込まれるようにできてるんだ。この人みたいな壁が好きなんだよ。子供の手が届かないように安全に作られてるんだよ。冗談だよ、落ち着いて。どうだ、分かった。あいつ爆発するぞ。フラッグだ、フラッグを抜け。ヒューズが切れる。かわいそうなエアコン。本気で気にしてたんだね。へそ曲がりだったからな。